さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、ツインモーションがね、ツインモーション 2020.2 バージョン2が出たので、そちらの方を皆さんと一緒にサイトを見つつ、ツインモーションを実際に触りつつ確認していけたらなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、まずですけども、ツインモーションの、まあこれアンリアルエンジンのこのホームページですね、サイトを見ていただければわかるんですけども、このツインモーション 2020.2 がリリースされましたとあります。これも実際にもダウンロード可能ですので、今まだバージョン1 2020.1 を使用している方はぜひダウンロードしてみてください。で、これ何が変わったのかと言いますと、僕まだちょっと触り始めなので、詳しくは全てはまだ理解できてないんですけども、まずですね、これが一番大きいのかなっていうのが、一番初めに来てまして、こちら、建具ですね、ドアとか窓とかですね、を開閉できる。今までだったら、ドアとかがあっても、開けれず、動画を撮る際にでも、こうやって進んでてもですね、ぎゅっと。進んでいても、ドアが開けれないっていう風な、弱点があったんですけども、今回のアップデートでですね、こちらのドア、しっかりと開けれるようになりました。こちらもちろん、こうやって開くドアでもいけますし、横に引くドアバージョンもありますので、そちらをしっかりと対応していくという、さすがっていう感じですね。そんな感じで、これが一番大きなアップデートの内容なのかなと思います。はい、続いてですね、こちら。なんかもうこれを見た感じだと僕あんま使って、使わない機能なんですけども、これを見た感じですとね、この建設スケジュールを段階的に示す動画を作成したり、異なるバリエーションを順次表示することが可能になりましたって書いてありますが、これあれですね、フェーズツールが追加されたと。だから段階によって、今この段階、例えば基礎を打ち込む段階の、パースであったり動画を作成とかいうのであったりをフェーズによって追加できるようになったと、そういうものですね。こういう風にじゃあ作っていくよっていうのをしっかりと動画で、皆さんと共有できるという、そういったものですね。で、はい、次いきます。その次なんですけど、水がすごいリアルに、もっともっとリアルになりました。今までの水でもだいぶリアルだなと思ってたんですけど、もっとその深さによってですね、影の入り方とかももっともっとリアルに、表面ももっともっとリアルに作られたと。そういうアップデートでございます。で、その他にですね、こちら自動車マテリアルの、自動車以外もですね、この飛行機とか船とかもですね、その表面のニスの層をシミュレートするクリアコート効果が含まれており、自動車の塗装よりリアルにシミュレーションすることができますっていう、こちらだからもう、ほんまに車とかの塗装が結構またこれもリアルになったマテリアルな話ですね。だからこっちの水と、この飛行機、自動車マテリアルの、基本的にマテリアルな話かなとは思います。で、次ですね。これ、新規の、樹木が増えたよって感じです。これ、すごいリアルですよね。東アジアの樹木なんで、日本によくある樹木が15種も新たに追加されたということなんで、これは僕たち日本人からしたら、だいぶ嬉しいのかなと思います。今までのね、結構海外にあるようなものばっかだった気もするので、これも結構ありがたいアップデートかなと思います。その他には、建設車両が増えたようであったり、あと少しカスタマイズができるようになったっていうのもありますので、こちらの方ですね、ツインモーションに行ってですね、一緒に皆さんに、共有していきたいと思います。はい、ということでね、こちらツインモーションにやってきたんですけども、こちらですね、ツインモーションのデフォルトであります、このデモシーンズの中にあります、マテリアルズルームですね。こちらはなんかツインモーション内である、使われているマテリアル、代表的なものというか、もういろんなマテリアルを使って空間が作られている、そういう部屋でございます。マテリアル以外にももちろんオブジェクトであったり、こういう草木であったりも使われているので、こちらで解説していきたいと思います。はい、まずですが、こちらのバージョン2ツインモーション 2020.2 の方で、一番大きいアップデートではないかと言っていた、ドアとかが開くようになったよって
ていうやつなんですが、この中にはねドアがないので、こんな感じでドア配置しました。まあ、このドアの配置、まあどこからすんねんっていうことで、まず一旦じゃあ消してもう一回やりますね。ここまずいつも通りこの三角のところを押していただきまして、まずライブラリーに行ってください。このライブラリー、元のライブラリーですね。でこちらでオブジェクトに行きましたら、ここにドアっていう、いつもここなかったんですけども、このドアっていうのが増えたので、こちらを押していただくと、まあこれ開くタイプのドア、引くタイプのドア、まあ2種類ありまして、まあ押したらこんな感じでいろんなドアを選択できるよと、そういう感じになっております。先ほどのはこんなんかな。なんでここからお好みのドアを選択していただきまして、例えば普通にこうやって持ってきますと、もうシンプルにただただこうやって置けるよと。で置けたらこんな感じでいつも通り他のやつもあるように設定が出てくるんですが、この設定はですね、先ほどのドアのタイプを選んだり、まあ、あとはハンドルの、まあ、スタイルを選んだりとか、まあ、この金具ですね、取り付けの際の、まあ、出てくる金具の表示であったりとかを設定することができます。まあ、それ以外にこのビヘイバーってありますけども、これ何をきっかけにドアが開くのかっていう話なんですけど、何をきっかけにというか、トリガーにしますとこの園内にカメラが行ったり人が歩いてきたりするとドアが開くよっていう設定になります。で例えばこれオープンにしておくと勝手にドアは開いていますし、クローズにしておくともちろん閉まったままです。この場合だとクローズにしといちゃうと、まあ、人が来てもカメラが近づいても結局開かないので、 2020.1 バージョン1の時と一緒になりますのでご注意ください。でこちらのトリガーを押しまして、モアを押しますと、こちらどこの、直径ですね、直径3メートル以内に入ったら開きますよっていうのを、まあ調整できたり、さっき言った通りね、トリガーのタイプがありまして、例えばカメラが近づいた時だけ開くようにするようであったらこれを選択すればいいですし、キャラクターパスですね、人を歩かせるやつ、人を歩かせて人が近づいてきた時にも開くようにするっていう設定ももちろんできます。あとカスタムパスもですね、これはまあ他の物質であったりとかを歩かした時とか、そういう場合でございます。まあディレイはまあ遅れさせて、まあどれぐらいのタイミングで開くのかってだけなんで飛ばします。であとはドアがどっち向きにつけるのかであったり、両方につけるのかであったり、まあ広さであったり高さであったりと、いろんなものを設定できるという、そういう風な感じになっております。まあ実際に近づいてみますね。こうやってこの円に入るとこんな感じでドアが開けます。もちろんこのドアの向き、開く向きも設定できますね。そちらも自分で確認してみてください。はい、ということでですね、はい、1個目のまあ言うたらもうメインなんですけど、一番のメインが終わりました。はい、それ以外にですね、あともう一つすごい大きいものがあるんですけど、それの前にですね、まずじゃあ水のテクスチャが変わったって言ってはったんで、水のテクスチャ確認してみましょうか。このウェザーを押しまして、エフェクト行ってオーシャンを押して、イネブルをオンにするとこんな感じに水が入ってきます。でこの水のテクスチャー、あ、綺麗、確かになんか影の動き方とかがやっぱちょっともっとリアルになったのかなと思いますね。でもこれ外ちゃうからな、あ、でも考えられてんのか、中から逆にこういう風になってんのかっぽいですね。この光の感じとかもリアルなんかな。もともとリアルなんでさほど違いは分かんないと思うんですけども、この海の波とかは結構変わりましたね。このやっぱこの光のうねりと言いますか、こういったところがやっぱちょっと変わったのかなとはやっぱ思いますね。そうです、そんな感じで、じゃあ水のテクスチャー結構まあリアルにまあ近づいたのかなと思います。あとそれ以外に車のボディのテクスチャーとかもなんか言ってましたよね、ちょっとリアルになったよ。でもここら辺って正直あんま違いが分かんないんで、あ、リアルやな程度で流しておきます。まあ、こんな感じです、自分で確認してみてください。で、はい、もう一つのメイン、まあ、最後に説明することになるんですが、こちらの三角、右側の三角を押しまして、このステーティスティックスをシーンステートス、これに変えます。これに変えたら何があんねんと言いますと、このシーン、例えばですね、今レイヤーでこれが完成された状態だとします。これが完成の状態ですね。じゃあ完成の状態のこのレイヤー状態を保存まずします。はい、これステートできましたね。このステートが完成状態だとします。でそこから例えばですね、キャラクター、人をなくした状態、はい、
レイヤー隠しましたね。人がいない状態ですね。この状態のレイヤーも保存しよう。はい、もう一回クリック。はい、次、じゃあ人の次はですね、まあアイテム、こういう家具とかですね、オブジェクト類をじゃあなくそう。はい、クリック。はい、じゃあ、はい、ライフって何か分からんけど消す、ライトも消す、草木消す。はい、行こう。じゃあ最後にシーン、こいつを消そう。で、今こんな感じで合計5つのシーンを保存しました。で、これ、さっき言った通りレイヤー状態が保存されているので、このステート、一番初めの完成状態を押すとこんな感じでまたレイヤー戻ります。レイヤーが戻って、じゃあ次ステート1、人が消えましたね。あ、物が消えました。草木が消えました。はい、全部消えました。こいつ残ったのはさっき配置したこいつだけですね。レイヤーがちょっと独立してるんで、っていう感じでですね、これ何に使えるのかと言いますと、プレゼンの時とか、例えば、構造部材だけを示したい、そういう時とかにですね、まあパースを作ってやるのもいいんですけども、リアルタイムでズームの画面共有とか、そういうのを使ってする時にですね、こちらのシーンを使えば、例えば見てくださいと言って、こちらが構造部材になります、構造部材をまた補助する役割としてこういったものがありますみたいな感じで、こういう風にシーンを、どん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 切り替えていくと結構分かりやすいプレゼンテーションにもなるのかなと思います。はい、こちら戻ってきました。まあ、てな感じでね、今ちょっと画面とまだ共有してるかもしれないんですけども、まあなんせ今回ちょっと後半ちょっと流しちゃったんですけども、まあ、マテリアルとかは正直そんな変わんないじゃないですか。まあ、そこは正直どうでもいいじゃどうでもいいん でそこじゃなくてですね、まあ、今回何を言いたかったというか、何を一番押したかったかと言いますと、やっぱり一番初めに説明したこのドアですね。このドア、何に関しても、これ絶対このドアです。もう近づいたらちゃんと開いてくれるんですよ。これ開いてこうやって、はいはいはい入って、でもう離れたら閉じてって、ちゃんとこれをしてくれるんで、これも動画撮影がもっとよりリアルにできるようになって、もうこれだけでも何も言うことないですね。これと、あと、あ、新ステート、ステータス。まあこれはまあ、使う人はというか、もう結構使えますよね、これも。正直プレゼンの時に別に動画自体を作らなくても、パース自体を作らなくても、このツインモーションの画面をまあズームなどでまあ共有しましてですね、このステートを作っておきますと、ワンクリックワンクリックでその場その場、例えば屋根だけにする、この屋根がこうなっておりましてっていう風にしたり、まあ柱だけ、構造部材だけにするとか、そういうこともできますので、まあそういう風にまあ考えたら、まあ結構てかもうかなりいいのかなと思います。まあ僕の推しはこの2つです。このドアツールと、この新生活レイヤーによって、まあ、シーンを保存できる。この2つのアップデート。この2つの、まあ、ツールの追加をしっかりと覚えていただいて、どん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 ツインモーションを使いこなしていければ、もっと周りと、まあ、差を開けれるかもしれません。ということで、はい。そんな感じで今回の動画は以上にしたいと思います。まあ、またこう引き続きこれからもツインモーションの動画、まあもちろんアキキャドの動画、あとモリモリの動画も、まあもちろんどんどん投稿していきますので、まあこれからも楽しみにしておいてください。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。